滝祭り神は、伊勢神宮高台神宮の所管者。内宮の宮行き内、三たら市場のすぐ近くに鎮座する。社殿を持たない神社であり、所管者でありながら、別宮と同等の祭祀が捧げられる特別な神社である。三重県伊勢州時間町、内宮の旧域に鎮座する。内宮の所管者30社のうち、第1位である。内宮鎮座地を象徴する河川である伊川の、 水神が祭神であるため、別宮と同様の祭祀が執行される。宇治山田志士ではと記している。地域住民からは、お取り次ぎさんとして親しまれる。内空にもう出る前に滝祭り神を参拝すると、アマテラス大臣に願い事を取り次いでくれると言われている。社殿はなく、板垣の内側には、身体の石が祭られている。社殿がない理由は、神宮関係者にもわからず。 さらに物意味の奉仕まで捧げられることは謎であり、安永4年の大神宮儀式会でも、深きゆえんあるゆえとしか触れられていない。伊勢神宮の拙者、末社、所管者には、通例、祭銭箱は置かれていないが、滝祭り神には祭銭箱が置かれている。祭神は滝祭り大臣。伊鈴川の水源の神である。 石津川と島地川の合流点にあり、地水を願って祀られている。延暦儀式町に滝祭神社、滝祭りの地として記載されている。しかし、演儀式神明帳や六国史には、社名が記載されていない。研究年中行事には、三節祭の時に、五木宮へ、滝祭りの背で組み上げた石津川の水を竹の筒に入れ、届けられた。 滝祭りの背の正確な位置は不明であるが、おおよそ第一鳥居から滝祭り宮の間に当たると推定される。砲兵が行われるようになったのは明治以降である。雪大見家の儀は板垣の御門を開いて捧げられる。滝祭り神に捧げられる御飯は内宮荒祭り宮に供されるものと同じく神宮神田で栽培され、お稲を蔵に奉納された稲である。 カンナメ祭りの折には、カンナメ祭りの祭儀の後、大直来を行い、続いて、滝祭り行事を行う。雪を見け、滝祭り行事の終了後、直来が行われる。滝祭り行事の後で行われる直来は、ネギと宇治大内人の2名だけが新米と新酒を飲食することが許され、重要な神事であったことが伺える。ありがとうございます。